2008年にノーベル物理学賞を受賞した京都産業大学の名誉教授増川俊秀さんが23日に亡くなっていたことが分かりました81歳でした京都産業大学によりますと名誉教授の増川俊秀さんは23日の朝京都市の自宅でがんのため亡くなりました去年12月から体調不良を訴えて療養していたということです 増川さんの専門は素粒子論で素粒子物理学の共同研究の成果が認められ2008年に南部陽一郎さん小林誠さんとともにノーベル物理学賞を受賞しました同じ年に文化勲章も受賞しています2019年3月で京都産業大学を退職して名誉教授となっていました